藤崎万里12月16日から2006年10月6日は、日本の最高裁判所裁判官、外交官、鹿児島県出身、旧姓、バーバ、鹿児島県立第一鹿児島中学校、第七高等学校増資官を経て、1936年、東京帝国大学法学部を卒業し、翌年外務省へ入省。外交官として、アメリカで勤務した。 戦後は連合国との連絡にあたる終戦連絡事務局連絡官として新憲法の政府案を説明する佐藤達夫内閣法制局次長の通訳をした外務省条約局課長時代には日米講和条約の首相演説総合を作成条約局長時代には日韓条約に取り組む1968年中オランダ大使就任百七十二年 中大大使就任。1976年、国連海洋法会議主席代表就任。1977年4月より、最高裁判所判事。窒素川本事件の最高裁判決では、拘束企画の結論を支持する多数意見に対し、拘束企画の原判決を確定されることは、本件のような暴力の行使を容認するものと、 誤解される恐れがあると反対意見を表明した。1984年12月に定年退官。1987年春の叙勲で君一等随法賞を受賞。2006年10月6日自宅で死去91歳。妻の房子は中チェコスロバキア講師を務めた藤井慶之助の娘で伊藤博文の彦にあたる。この藤崎一郎は外交官で 外務審議官や中アメリカ特命全権大使を歴任。娘婿の高橋正治も外交官で法務省入国管理局長、南アフリカ中札大使や財団法人交流協会理事長を歴任した。ありがとうございます。